文字歩きその15。今回はあの頃代理で一番売れていた市場、そう、殿上市場の巻です。殿上市場でお買い物、殿上市場でお買い物、新鮮なのよ新鮮だから、殿上市場、代理の台所、みんなの社交場、売る人も買う人も笑顔でご挨拶。殿上市場でお買い物、殿上市場でお買い物、新鮮なのよ新鮮だから、殿上市場。バカ野郎、そのイチゴに触るんじゃない。人差し指で上から押さえてギュッ。ちょっと待って、なんて書きだこの野郎、こっち見てヘラヘラ笑ってるよ。憎たらしい顔してさ、ぶっ飛ばしてやろうか。あ、これは常連客の伊集院様。するとこのガキ、いえお坊ちゃまは伊集院様のお子様、道理で利発な顔をしておると思っておりました。あー、構いません構いません、好奇心が旺盛なんですね。末は博士か大臣か。殿上市場は面白い、よいしょ。殿上市場は楽しいよ、あらよっと。金シャイ今日も金シャイ、明日も殿上市場、いろんな店があり、豊富な品揃え、毎日通いたい代理の台所。殿上市場でお買い物、殿上市場でお買い物、新鮮なのよ新鮮だから、殿上市場。